あ、よし、こっちはいいな。お、こんばんは。ちょっと待っててね。もう少ししたら始めます。いやー、世間はポケモンだ。世間はポケモンだぞ。おい、世間はもう今日ポケモンだらけだぜ。もうツイッターのトレンドにも上がってるぐらいだな。相当数の人がやってると見たぞ。本当神様のご家族さんには迷惑かけてんじゃねえかな。もしかして俺は神様の家族さんに迷惑を。神様の家族さんってなんかすげえな。なんかパワーワードすぎん？神様の家族さんってパワーワードすぎんか。スバルさん、こんばんは。ちょっと待っててね。もう少ししたら始めますね。今ね、例によって例のごとく複数人実況用ですよ、これマイク。ちょっと新三段もちょっとやってる。その話もちょっとしながらね。はい、まあ、あまり魔王決定戦を乱しすぎない程度にはやります。はい、ね、それ大事やでね。ね、世間一般がポケモンやってる中ね、俺はモンバトをやりますよ。モンバトやる男ですから。ええねえねえ、ゆっくりやるぜ。せこい試合にならないでほしいわ。草せこい試合って判定勝ちやん。そう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 、桃田神ギーやからしょうがないね。見てくれるのはありがたいね。もうポケモンやってる皆さんも育成のね、作業用 BGM として使ってください。無理なこと言ってない。かなり無茶なこと言ってる気がする。はい、大黒天さんと成広さん、こんばんは。たとえでも世間がポケモンやろうが、俺はね、この動画上げるぞ。あ、でもね、ポケモンの動画も上げる。明日頑張ってシャープ1上げます。明日にシャープ1を上げます、僕頑張って。そう、バラモス、そう、わかんないでしょう。今回の2人は全然わからないからね。ちょっと待って、表出しとこう、今のうちに。よいしょ、エクセルの表出しとこう、今のうちに。こっちの時間かかんじゃねえ、これ。あ、めっちゃかかるわ。そろそろかい？休憩開けまーす。いやー、いつもの画面だな。じゃあいつものマイクにもしよう。はーい、というわけでやりましょうか、カードコンプ。まあ、遠の昔に遠の前に、そりゃまあ、そりゃそうだろうな。そうなるわな。
というわけで最強魔王決定戦ね、週に一度の最強魔王決定戦第2夜となります。はい、週に一度と決めました。はい、というわけで今日やります。はい、実はですね、前回ね、もう大波乱のね、第1夜まさかのね、第1夜にして優勝1位が決まってしまうという前代未聞の事態が起こりました。はい、こんなことがあるんでしょうかね決定戦で1位が決まってしまうという大波乱が起こってしまうという本当にね、びっくりしましたね。はい、前回そういうわけですが、今回もね、ま、同一1位またはね、2位以下を決める戦いがね、繰り広げられることになります。はい、よろしくお願いします。ティラと申します。はい、ホイミンさんもこんばんは。いや、世間がポケモンやってますけど、私ね、魔王決定戦ありますよ。すでに1位が確定してるのはちょっとやばいでしょって思うけどね、これ大会として成り立つのって話ですよ。はい、で、同一1位としてあり得るのはムドウだけなんですよ。つまりムードが今回に負けてしまった瞬間に、1位がもう確定します。ムードは同一1位の可能性があります。はい、時代は桃本っしょ。そうだね、時代は桃本だ。新三段とかじゃないの無限爆連弾をお試ししてやってきたらね、腕が痛いです。はい、じゃあやるかね。今日はね、バラモスとピサロです。いや、どっちもわかんねえな。どうなんだろう。パッと見ね、バラモスもピサロもね、一人魔王なんですよね。だから強そうには見えない。どっちも強そうには見えないんだよな。前回はね、竜王とハーゴンという3対3体の魔王でしたけど、ハーゴンの時代が来る。あ、へー、スキャバトやったことないんだ、神様。マジか。いや、なんで、あのね、スキャバトね、やらない方がいいかもしんない。大して面白くないから。はい、ハーゴンの時代も、てかもうハーゴンじゃもう来てるからね。バラモスは軽く、一体魔王だからね。はい、ちょっとステータスが見ていきましょう。バラモス、こちら今回バラモスと、ピサロです。はい。バラモスね、確かにこうして見るとかなり弱めだよね。力228。一体系の魔王なのに、ハーゴンと同等のステータスみたいな感じあるから、本当にそんな強くないんじゃないかな。ただバラモスには、結構属性耐性が優秀で、打撃耐性を含む属性耐性が非常に優秀です。はい。なんでもしかしたら、打撃の殴り合いには強いかもしれないね。はい。こちらバラモスからいきます。はい。どうなんだろう。ね、スキャバト新サンダル出ましたよ。はい。新サンダル出たんですよ。これ知ってますか？バラモス。ネタバレしちゃいますけど。新サンダル出たんですよ、バラモス。ステージ6で。私ね、魔法使いの攻撃だけでワンパンしてしまいました。本当に申し訳ない。なんかね、魔法使いのね、攻撃だけでね、山彦含め、魔法使いの攻撃だけでワンパンしてしまったという非常に悲しいマウですね。はい。火力インフレですね。そう、私の魔法使いに、魔法使いだけで、ワンパンされてしまった。ま、ワンパンじゃないか、正確にはな。職業技攻撃、無限爆弾弾攻撃やもんな。はい、そういうバラモスが登場ですよ。ゾーマの手下の一人です。はい。で、今回調整するね、もう一人がね、ピサロなんですよ。いや、ピサロ強いんじゃないというイメージはありますけどね。なんせ、竜王にも勝ってるからね。はい。こちら、ピサロ。でね、力423というトップを誇ります。はい。で、他の能力もね、比較的高数字にばらまいてるんですが、属性耐性が今度は逆に悪くバラモスと違って。はい。インファイトですね。本当にもう火力特化。火力特化です。はい。もう、耐久性能は低いかなと思います。はい。ねえ、ピサロね。OTS さんもこんばんは。いや、もうみんなポケモンやっとるけどな。俺はこれやるぞ。ね。厳選や育成をしとる皆さんのね、暇つぶしになれば幸いと思います。行きましょう。では。さあ、今回は一体魔王同士。ね、竜王とハーゴンの時は三体魔王同士だったんですけど、今回はね、バラモスもピサロもね、お供を連れないね。はい。お供を連れない悲しいボッチと戦いです。はい、ボッチです。お互いね。あー、いいね。バラモスでっか。バラモスでっかいね。結構風格あんじゃん。え、698スジケンさんこんばんは。あれ、なんかあんま見たことないけど、どうやろう。あまり僕見たことないですけど、どうでしょう。僕は忘れてるだけかな。ね、やっていきたいと思います。よろしくお願いしますさ。ね、ルール上ね、1ターン目は必ず赤技を使用。ね、2ターン目はね、青技を使用。そして勇気を貯めないという仕様ですね、今回はね。とどめ一撃回避のためですね。おっとっとっと、よらずに626。まあまあ、まずの値じゃないですか。さあ、向こう、剣技煉獄魔山。このダメージが重要です。はい。さあ、打撃耐性があるぞ、バラモスな。
うん、お互いね、あのちょっぴりダメじゃん。ちょっと待って、もうちょっと待って、先が読めるんだけど。何これ、先読めてきたぞ。大丈夫？何これ、お互い1回行動なんで、あのターンが早いですね。ターンが早い。さあ、新速の元気ね。これが回数高いんだな、結構な。うん、弱いな。550か。さあ、バラモスがね、ゆっくりと近づいていきます。そして邪悪の爪を振り下ろしますよ。せーの、はい、ドン。うん、弱いな、お前だしな。お前たち弱くないか、ちょっと。すげえ互角の勝負してますけど、何ですかこれ。ちょっと待ってください。何ですかこれ、早くもちょっとね、なんか悲しい勝負になってません？大丈夫ですか？さあ、新速元気。ちょっと待って、お互いちょっと待って、お互い待て、お前ら。おい、お前ら何、ミスか、回避待ちになってんぞお前。ちょっと待って、なんだこれ。え、なんすかこれ。お互い一回攻撃で、ちょっと待って、お互いが一回攻撃で打撃で押す。おお、でもちょっとなんか地味。いや、でもここでピサーブやっぱ高い関心率生かしたね。あ、避ける、しかも。お、ピカロピカロやったよ、ピカロ。このピサーブやったんじゃない？配信&回避はでかくない？このターンの一気に。それはでかい、マジででかいぞ。ね、ピサロのね、やっぱ筋からの、素の強さが出たんじゃん。これ素の力出たかもね。いのちさんとたいちゃんさん、こんばんは。え、これ結構でかくない？この一旦、そう、ピカソ。あの、A うまいんやに。ただ、もう最終ターンじゃねえか。ちょ、待って、早くも最終ターンですか？ねえ、早くももう最終ターンですよね、はい。もうね、もうこのターンが最終ターンですよ。はい。ピサロね、いやもう、あの一旦がでかすぎるよ。ねえ。お互いなんなのこれ。ピサロお前、会心出さなかったらただの地味で誰かだよね。もうバラモスお前って何なんだ。さあ、バラモス返せるか。はい、返せない。ということは何ですか、どーん。ちょっと待って、もういきなり判定じゃねえか。なんだよこれ。このクソゲーは開幕から。これはもうしょうがないね。あの一ターンのさ、あの回避と回心がでかすぎるわ。てかお互いそれ待ちだったろ。お互い待って、それ待ちだったんじゃない、最終的に。なんだあれ。お互い一回行動やしさ、まさかの、もうほとんど判定だよこれ。そう、最終ターンまでに体力を削りきれなかった場合は、絶対判定になるんで、それで勝った方の勝ちですからね。なんというんで、もうなんだよ、この前の第1回返してくれよ。なんだこれ。ちょっと待って、お互い1回行動だからさ、本当に運ゲーになってるよ。なんだよ、このゲーム。なんだよ、このゲーム。ちょっと待って、正直言っていい？まあ、言う、やめとこ。今言うのやめよう。もう一戦ちょっと、もう一戦見た。一戦でさ、正直今の感想言ったらさ、よくないや。何戦か見てからじゃないとあかんな。うん。さあ、次はね、ザキオシのゲマですね。はい。まあ、お互い魔王といえば魔王ですよ。はい、ゲマね。ね、お互いバラモスもゲマもね、宿敵的な、宿敵ポジション同士の戦いですね。うんというステータス。いや、ただ、ゲマは打撃弱点。かつ、回避率が高い魔王なんで、これは結構わかんないですよ。ゲマが回避率を活かせるか、ちょっとね、雲部天部なとこありますね。ヒデさんこんばんは。週末。そうそう、金曜日やでね。ちょうどいいよね。魔王決定戦もちょうどいいかなと思ってこの日選びました。はい、じゃあやりましょう。バラモスゲーマー。ね。宿敵の魔王同士の戦いですよ。言うて。さてさて。ちょっとさっきのとは違う戦いをちょっとお見せしてほしいんですけどね。この2体はね。さあ、ゲーマーね。ゲーマーもスキャボトに出ましたよね。中ボスでね。知ってますか？ジャミとゴーズつければよかったのにね。さあ、まず先制時のバラモスね。爆発呪文。イオナーズーン。どうだ、賢さ172から離れてる。弱い。さあ、ゲマがね。ただ、バラモスは HP 4900あるからね。どうなんだろう。うん、弱いね。うん、弱いね。ただ、素の HP の差がでかいな、これ。初期 HP の4900っていうバラモスの強力な HP を持ってるから、バラモスもお前判定勝ちを狙えるんかな。さあ、ゆっくりと近づいていく。さあ、当てた。しっかり当てる。そんなすごくない。ね、弱点をついてね。
中弱点をついて740。何ですかこれは。さあ、大沢先生どうだ、うん、ちょっと待って。何またこう、またこういうタイプ、またこういう戦い、え、大丈夫全然、週末で。これ別に大丈夫、大丈夫全然。なもう見たい時に来て、うん。アーカイブ残ってるから見たい時に来てくださいよ。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。邪悪の爪が弱点をついていく。700与えていく。つかまつ、この前、おじいちゃんがやってた。すげえ、プロなんじゃないもしかして、そのおじいちゃん。へぇ。意外と年齢層広いのね。もしかしたらプロなんじゃないその人。めちゃくちゃ連打が入っちゃう。無限爆連打150連打とか行くんじゃない無限爆連打が150連打とか行きそう。そういう人は強いんだよ。おい、なんだよ、これ、ちょ、待って、待って。なんだよ、これ、もう。あ、テストが無事に終わったので、あ、ありがとうございます。そんな、よかった、よかった。テストお疲れ、そりゃ。ねえ、何、ちょっと待って。すごい地味。ねえ、なんかさ、おい、このまま終わんのかね。このまま終わんの。ねえ、このまま終わったら、俺、素直な感想言うよ。待って、このまま終わるんやったら俺素直な感想言って終わるよ。大丈夫？全然魂買い取ってない。ファイナルウェポン。あー、僕ね、ごめん。これね、言おうか迷ってたんですけど。あー、よし！バラモスやったぞ、お前！バラモス、お前いける！バラモス、お前いけるわ。ねえ、決めましょう。きたー！イオナズ大爆発！やったじゃん！よかったー。もうクソつまんねえ試合だなって言わなくてよかったー。よかったー、バラモスやってくれた。弱点をつく完璧なバトルだったじゃないよ、本当にあなたは。ね、一体の一体行動、一回行動だから、スパイスがない。さあ、そんな皆さん、皆様、次の試合必見でございます。はい。優勝候補がね、まだ残ってます、実は。ね、全勝すれば、ハーゴンと同じ同一1位になる可能性がございます。そういうのが相手ですね、防衛には。いや、ようやく皆さん面白みのある戦いが始まりますよ。今までなんだこの戦いは、みたいな。今まで何だったんだこの戦いはと。はい、来ますよ、優勝候補が防衛に来ますよ。来た来た、最強キャラ、最強キャラ、やっぱ無道やなって言いましたね。クライカ君をね、クライカ君がね、この前動画で頼ってたやつですよ。クラ君もね、もうお気に入りですよ。やっぱ無道やもうそのうち全員無道使うんちゃうか。みんなで激闘でさ、全員無道使うのそのうちなんかいやいや、まあそんな戦い見たくないよ。さあ無道だよ、来た来た、ムード。いや、これはもう強いでしょ。あ、これはもうスパイスある戦いを期待したい。うん、これはいい勝負が期待できそうですな。さあ、期待をムード。ねえ、優勝候補ね。それはクソゲー。全員ムードダメ。みんなで激闘で全員ムードを使っちゃダメ。みんなで激闘全員ムード。いや、みんなムードの強さ知ってるからね。みんなで激闘の奴らは。で、自分も言ったしね、めっちゃそいつ強いよって。さあ、もうまあまあ、これでようやくなんかいい勝負が期待できそうですね。はい。あ、これもいい勝負じゃないですか？なんでかね。ね、HP の差こそありがとうね。筋からの差がどんだけ出るかですよ。はい。まずはお互い A ターン、ドドドンと。ね、切り裂きピエロがいるからね、どうだろうね。全然わかんないよ。この一戦はやっぱね、武道の、武道が優勝する可能性を考えたら、かなりね、期待したい一戦。さあ、バラモスどこまで拮抗できるか。このイオナズンの効きどうです？全然効いてないね。イオナズンが弱いのか、武道たちが強いのか。モマスレベル99だよ。わかってる。ディスコードでも言ったじゃん。大丈夫、効いてる効いてる。ティレさん、前のモモタ配信の謎の動画次何だったんですか？あれは茶番だよ。いや、あれはもう茶番ですよ。まあ、鮮やかな剣技はね、バラモスの打撃耐性があるからね。さあ、この悪夢が強いんだな、悪夢がな。ただ、バラモスどうなんだ？弱点取られてる？爆発、イオナズンは弱点だけど、悪夢はどうなの？あ、でも普通なんだ。へぇ。さあ、次 B ターンですよ。まあ、1ターン目はね、若干バラモスの方が優位に立った感はある。さあ、でも3体ですからね、相手はね。邪悪な爪、ゆっくりと相手に近づいていく。さあ、魔王にね、鋭い一撃を浴びせます。666、不吉ですね。はい。さあ、この切り裂き分、全員が弱点取られるんだよな。これ、バラモス弱点じゃない？
どうだ。さあデインで弱点を取られて314のダメージを受けています。さあここからちょっと返されてしまいます。これ返されるな、これ返されちゃうね。さあバラモスの HP がもう早くも追いついてきましたよ。火炎呪文メラゾーマ炎症。さあバラモスの勝ち筋はですね、邪悪の爪で会心を当てるというね勝ち筋がまだ残っています。あ、じゃあもう負け、もう負けって言われてるぞおい。与えるダメージの量が違えんだよな、量が。さあ HP がまず追いつかれました。はい、返されました。まず HP を返される。ここで HP が返されました。早くも早くも HP 返されてんじゃねえかよ。もうだってメラゾーマに500くらってんだもん。500、ちょっと待ってちょっと待って、やばい、バラモスやばいよ。何これ何これ、うん、こう数の暴力。ちょっとバラモスかわいそう。これ怪人出してもダメじゃないの。で怪人出さないときついよ。さあバラモス怪人出さないと。え出しよった。ちょっと待って、俺星に願いよ、出た星に願いよ。僕の私ティアね、近いスキル発動、星に願いをね、時々発動します。これ会心出ろって言ったら会心出ます、なんか知らないですけど。まさかのね、星に願いを叶えました。でバラモスギリギリ追いつきました。それでも負ける。すごい勢いで地元で出るの。さあここ当てたい、ここを当てたい、勝つためには、勝つためにはね、ここに当てていきたい。さあ星に願いを叶えない、星は非常。あ、エンマさんだ。ダン最終日に魔人ドレアを当てて、なんかおる、あのいっぱいいるね。なんかドレアム絶対引きたいって人おったな、いっぱい。まあでもスコアタの人権でもあるからね、ドレアムは。人権って言っちゃうだけやけどね。え、最強スキャンバトラーなんだか知らないですけど、最強だかなんだか知らないですけど、それの人権ですからね。最強を決めるための人権ですからね、あれは。はい。そんなにもう負け。勝ち筋がね、うえおお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 お。いやー、バラモス、もう無理だね。すごい頑張った方よ。もう頑張った、頑張った。バラモス、頑張った。負けてるけど頑張った。もう無理だけど頑張った、お前は。もうお前は無理だろうけども、頑張った、お前は。頑張った、お前は。ジャクソン、よく頑張った。でも負け。そう、デインに弱いのがもうダメ。はい、さよなら。うん、頑張った。お前は頑張った。負けたけど頑張った。いい勝負だったな。でもスライダークロボのことどう思うって、ちょっと待って、ティラ君出すわ。ほい、前の配信結構荒れてた。え、なんかあったっけ。ちょっと前の配信ってなんかあったっけね。デイに弱いのはゾーマと一緒。雷弱点やな。2ターン目からか、そう、2ターン目から見たらさ、結構いい勝負してたんだよ。会心いっぱい出してたし。あ、知ってる、800分の1は知ってる。大丈夫。スライダークローバーね、あんま人権にはならないと思う。スコアタックの人権にはならないと思うんですよ。ただもしかしたら裏ボス必須かもしれんね。裏ボスには必須要因なんかもね。わからんけど。あと個人的にスライダークローバーはそんなに思い入れないんですよ。なんかみんなが苦戦した、俺全然苦戦してないわ。俺、ジャレオの赤目の方がよっぽど苦戦してるわ。まあ邪神領像だ、実装難しいのもわかるけど。さあ。まあでもね、いい勝負したんじゃないですか。そう、バラモス打撃に強いからね。だから打撃に強い魔法って少ないんだよな。だから単純に打たれ強いっていうのはあると思う。さあここからまた地味になったらいいです。これちょっと待ってください。今から地味ですよ結構。ダークドレアムの方が多分ね、スコアタ的には使える。攻略的には一緒やと思う。攻略的にはドリアムもスライダークローブもどっちも比較的使えると思う。ゾーマはね、なんかね、一説ではね、ウィキでは、そう、スキャバトの某ウィキあるじゃないですか。ゾーマはね、使い物にならないって言われてました、はじめ。悲しいですね。私、ゾーマ大好きなんですよ。さあ、プレイヤー側に、さあ、今からまた一体系の魔王に戻ります。地味な戦いです。非常に地味です。
そう、1ビート要請権だから判定勝ちに持ってけんだよね。そう、ピサロ、さっきのピサロは何だったんだろう話ですけど、結構ね、こういう戦いでは打撃体制は生きてくると思います。はい。だから、汚いけど、汚い言い方すれば、判定勝ちに持っていくというね。手の動きわかる。自分ね、スキャバトのゾーマ、あれ3枚持ってますからね。好きだから。お姉だい、取り戻き。いや、もうゾーマ好きでさ、スキャバトの。避けるここで。これはもう、いい勝負になりそうだな。これはもうバランスいい感じじゃない？そう、スキャバトのゾーマ好きでさ、3枚集めちゃったもん、結局。で、いつも使ってる。あ、来た。はい。弱弱ないねえ。待って、しかもオルゴデビーだってさ、あれじゃない？会心狙えなくない？そう、火力は低いけど、4900と打撃耐性がでかすぎる。ちょ、待って。これさ、ロゴデビーだったら、なんか、会心狙いの技なくない？よくよく考えたら。これ、バラモス勝ちじゃない？何をどうやっても。あれ？これって、会心ないよね、こいつら。会心狙える技なくない？これ、俺、なんか、いや、でも、避けるか。避けるという勝ち筋があるのか。無限の勝ち筋がありますね。避ける。うん。無限の勝ち筋避けるがありますんで、まあ、ここはイオナズンでね、ゆっくり詰めていくだけで勝てるんじゃないですか？バラモス、もしかして。バラモス、こちらイオナズンを打つだけで勝てるんじゃないですか？もしかして。バラモスがやたら避けますね、はい。もう勝てる試合となるとね、緊張感が抜けるんですかね。これもうイオナズン詰めるだけでバラモスもう勝ちじゃないですか？ね、たとえ500だろうと何だろうと、これもう、これもうこの差を埋められないでしょ。ちょっと待って、この差埋められなくない？会心狙いの技ないじゃん、オルコってよく考えたら。イオナズーン！ちょっと待ってくださいよ。なんだよ、この戦い。もうまた判定？また判定か、おい。もうね、もう勝ちですよ、バラモスの。え、なに今回バラモスめっちゃ受け、ねえ、めっちゃバラモス受けない？ちょっと待って。このターンにオルコデビーラがね、2000以上のダメージを叩き出す方法がない限り無理です。はい。2000のダメージ出して難しいんですよ、結構ね。はい。せーの、はい、ドン。弱。はっはっは。ちょ、本当に何これ。何 ?3 回受けたね。ね、3回受けたね、バラモス。すごいね。それをさっきの時にもやっておければな。おい、これ始まったぞ。おい、判定やないか、まだ。汚いっちゅうもん。ないな、勝ち方が。もう判定ばっかりじゃねえか。それかさずかし、何回りかまに違いない。本当に避けたね。ドラジエが多い。灼熱呪文、ベギラゴン？それはベギラゴンになっちゃうよ、ミライヒョンさん。火炎呪文、メラゾーマ栄翔。氷結呪文、マヘド栄翔とかあるけど。回避率めっちゃ受けたよね。50% だよね。めちゃくちゃ受けたんやけど。ドラジエが多い。もう皆さんは何を見せられてんだって話ですよ。何ですかね、これ。もうみんな泥試合に見せられてんだぞ、視聴者は。これのせいで視聴者は泥試合見せられてる気がする。TS さんどうしたの？疲れてんの？ねえ、TS さんどうしたの？疲れてんの？そう、火炎呪文メラゾーマ栄翔、灼熱呪文ベギラゴン栄翔、極大暗黒呪文栄翔、地獄の電気地獄スパーク、氷結呪文マヒャド栄翔、やったかな。でバラモス、なんだかんだでね、そこそこ買ってんじゃないですか。よくわかんなくなってきた。ただのネタレース。ピエスさん、どうしたの？疲れてんのかな？金曜日で疲れたのかな？ハーゴンとムドウ以外は実力じゃダメ無理だからって。さあ、もう嫌。こいつも嫌。ドルマゲスですよ。皆さん知ってますか？ドルマゲスっていうのはね、第一夜の時にね、竜王に対して判定勝ちを持っていた汚い魔王です。もう待って、お互い判定待ちじゃん。おい、お互い判定やんけ、これ。おい、お互い判定か、おい、これ。もしかして。お互い判定試合？もしかして。すんげえ泥試合じゃん。なんだよ、これ。これ、金曜日一番疲れてる、そうだろうな。普通の人はそうだよね。判定がし、呪い。そうそう、呪いとか会心とかあるから。これ完全にもう、泥試合だ。これ絶対わかる。俺わかる。
絶対泥試合になる。嫌な予感しかしねえんだもん。さあお互いまずは赤技よ。まあ、こういうね話を聞いてるとあれだと思うんで、スキャボトの話をちょっとしますね。新三段始まりまして、私ちょっとしたんですよ。2000円ぐらいかな、2000円ぐらいさせてしたんですけど、実はもう本当に申し訳ないんですけど、超三段、新三段、新三段、もうお互い何やこれ戦いは。新三段の動画上げないんですかってよく言われてるんですけど、上げないです、何度も言ってますけど。で実はですね、あげないことにしました。あと、どうであれあげないようにしました。理由はですね、本当にすいません。2000円でですね、プレイしかしてないんですよ。僕、今回、バトルモードの。そういうわけで。本当に申し訳ないんですけど、何これ。何してんのお前ら。2000円でギガリアが3枚出てしまってます、僕。いや、本当になんでか知らないんですけど、2000円でギガリアが3枚出てしまったんで、動画は上げないことにしました。なんていうかな。正直僕にとって、もう皆さんにとっても、ギガリアが出てしまうっていうのは、結構安い格で、ギガリア出てしまうっていうのは、僕にとっても視聴者さんにとっても都合が悪いんですよ。はい。都合が悪いんですよ。ギガリアが出るってすごい都合が悪くて、僕にとって。視聴者さんにとっても悪くって、そういうわけで動画は上げないです。そう。3枚はかなりいってるね。そんで出たのが、いのちさんがね、怒ったんですけど、ファイナルウェポン、ウィキッドスタップ。で、ゼード、魔人兵。あれが出てます。はい。なんで出たんでしょうかね。なんで出たんでしょうかね。お座り一発で大クラボとか、そういう感じじゃないですけど、なんか出ちゃいましたね。はい。あとはね、これはね、おっと、いやー、ようやく盛り上がった。ようやく盛り上がったぞ、お前な。あ、神様、了解了解。大丈夫大丈夫。2回までも。怒ったって言わない。怒ってんじゃん。怒ってんの、怒って言うで。そんな人だったら。もう何、ちょっと待って。運営がそうさせです。ねえ、ない。理由なんとなくわかんのよ。なんでギガリア出るが安いかの理由はなんとなくやけどわかる。おい、ちょっと待って、なんやこの戦い。なんやこの戦いは。なんだよ、これ、ゴミみたいな試合は。もう本当に何これ。シャバみてえな試合はよ。いいんだからいいんだよ。さ、ダメだってこんな試合したら。お互いに半分ぐらいしか削ってねえじゃねえかよ。タイちゃんさんお疲れありがとう。ダメだって。お互い半分ぐらいしか削ってない。もうツイッターでパソコン止まったわらわらとか打ってる場合じゃないわ。とりあえずやりましょうに。はい。何もなければこのままいけると思います。はい。まあ、ポケモンもやりたいんで、ここに泊まってもらうちょっとね、ま、でも今日ずっとやってたからどうなんだろう。ずっとつけっぱみたいなもんだったからね、パソコン自体は。なんかエラーコードが出たけどね、なんとも思い当たる節もないしね。まあ、ビデオキャプチャーとか繋いでるけど、それでもダメなもんダメなんかな。さて、一体ずつのね、対戦を見せてくださいよ。もうなんやこの戦いはな。言うてるそばからなんやこの戦いは。言うてるそばから当たりが来たで。あ、タツキンこんばんは。さっきね、パソコンが落ちたわ。さあ次、右技のターンよ。ね、気を取り直すよ。一応気を取り直すよ。だってポケモンやりてんもん。さあ問題はですね、通りが悪すぎますね、これね。お互い通りが、ジオスパークどう？あ、そこそこ効く。また何ですかこれは何ですか判定ですか。もうさっきからね、ドルマゲスといい、なんといいさ、全部判定じゃねえか、おい。基本判定なんだもん、戦いが。ねえ、君たちまた判定にする機会この戦いを、いきなり。さあ、邪悪な爪を振り下ろす。1、2、ね、引っかく攻撃、弱い。ね、バランス、腹渡をえぐるはどうした？腹渡をえぐるっていうのはどうした？ポケモン少女もやってねー。
やってねえな確かに。てかまさかのバルボロス、ジゴンスパークがさ弱点取れるというね。効果抜群でこのダメージ弱い。邪悪な爪でね、会心を出していかないとバラモスちょっと負けですね。このままだとちょっとずつね差が開いてます。何ですか、ちょっと待って、ちょっと待って、何回も作るんですよ。何ですかこの戦いはね。この戦いはちょっとまたひどいな。いや早いな、試合の展開が早いですよ一旦ずつだとね。それにしたってやけどな。おい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 、おーでもここで会心出していく。バラモス、ここで会心出しましたよ。追いつきました。HP が追いつきました。さあ、ワンチャンあります。バラモスにワンチャンございます。ここでね。バラモスにワンチャン生まれました。はい。さあ、ジボスパークで、まあ、ここで安定672ね。これしつつ、ジャンクの爪が次ね、当たってギリギリというどうでしょうか。ね、何ですかね、この戦いは。本当に何なんですかね、この戦い。どうだ？ダメだ。もうなんだこれは。もう、復帰したらこうなんだもん。ギリギリで負けた。ね、ジャックの爪の火力は足んなかったね。はい。バラモスエラーに、ね、見舞われましたけど、バラモス戦は終わりました。そういうわけで、はい。バラモス戦は無事に終わりました。はい、順位出しましょう。順位をね、今から皆さんにね、お見せしたいと思います。お見せしたいと思います。ちゅうてもやね、ほんとにもう。クラコン連打ボタン小さくて、そうでもないよ。結構しっくりくるかな僕は。じゃあバラモスの点見てこよう。いくつ買った。まあいいか。なんかバラモスの点で見たんですけど、まあ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 いいでしょう。まあそれでいいでしょう。じゃあ見せます。こんな感じですね。はい。バラモスね、もちろん3位、3点でございます。3点ちょっと待ってくれよ、バラモス。まあ、7、5、3とね、まあ、いいっちゃいいんでしょうかね。まあ、いいでしょう。じゃあね、今日もう一人分やる予定なんで、もう一人行っちゃいましょう、このまま。このままもう一人行っちゃいましょう。ヒデさんごめんね、お疲れ、ありがとう。また動画にしときます。ただし、竜王より見応えがあった。いやいやいや、竜王とハーゴンで消化した感あるからね。次、ピサロです。力423を誇るね。はい、レジェンドマンの中で最高の力を誇ってますからね。さあ、このピサロがね、何より神速の剣技が強いんですよ。回心図も高いしね。このピサロがどんぐらい戦ってくれるか。多分、魔王の中では一番火力あると思うんだよね。さあ、ピサロの登場です。いや、結構ピサロはね、皆さんをね、応援してる人もいるんじゃないですか？見た目的にもね。はい。いやー、しかしねー、さっきのパソコンのブルースクリーンはマジでちょっとビビったわ。そんなと、PC に問題があったため、PC を再起動しなければいけませんって言って、いきなりダウンやるな。なんか、悪質なウイルスサイトにも飛んだんかと思ったわ。焦るわ。なんかどえらいことが起こったんちゃうか。どえらいことが起こったな。問題が発生してね、デバイスが起きてシャットダウン再起動した場合って。ねえ。びっくりしたわ。しかもね、またね、めんどくさいことに、この記事が、ストップエラーのコードあるんですよ。どこにもないのよ。その書いたコードが、ね、ないのよ、相変わらず。やっぱりそうなんだ。やっぱりというか、なんというか、僕のエラーコードはね、このホームページに、一般的なコードは いずれかのどれかですって書いてあるのでね、そのどれにも入ってないのよ。2稼働当時は主人公のとピサロ。あー、わかる。わかるわかる。2稼働当時ピサロいたもんね。デスピサロね。さあ、まずはね、ピサロが煉獄魔山をしていきます。はい、相手の素晴らしさを下げます。強っ！さすが力423ね。
火力ありますね。さっきのバラボスなんかよっぽど火力ありますよ。うん、まあでも向こうから受けるダメージもでかいですよ。ちょっとさっきよりは見事あるんじゃないですかなあ。まあさっきよりは見事あるんじゃないですか、お互いね。お互い弱点を取れるんじゃないですか。打撃こっちは持ってます、神速の剣技でね。はいはいはい、いいよ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 。あ、強い、さすが力423。イケメンならデスピシャルに出した瞬間キモくなると。ロザリーへの、ね、愛を語源化させた存在がね、基本的に気持ち悪いと。はい、オドシネス戦が、おいいですよいいですよ、いいんじゃないか。結構いい戦いが期待できそうですな。バラモスと明らかにバラモス何だったんですか、あいつ判定勝ちに持っていくままだったんじゃないですか、やっぱり。さあ神速の剣技がね、あ、避けられていく、ここ避けられる、ゲマの高い回避率の前にね、ここ避けられていく。ここでオズマシン熱点当てると、まあかなりね、勝負的にはね、互角の戦いになりますね。はい、あー、いい戦いですよ。かなりいい戦いになってるような気がしますけど、さあこのまま行くといかほどです。これでこそ、そうそう、これでこそ魔王の戦いですね。ホイミーさんごめんね、 おかえり、おかえりというか、まあ、いいね、963、まあこれが魔王のね、力ですよ。まあピサロも耐久の精度が高いわけじゃないからね。おいしょー、ここで返した返した返した、何これ、めっちゃいい戦い、めっちゃいい戦いですよ。メオさん再びこんばんは、ごめんね、来た瞬間落ちてて。これが魔王の力はな、まこの力が高いのはさすが。さすがと言える。ロトシリーズ魔王は何だったんだいやいやいや、ハーゴンリオ強かったじゃん。ハーゴンとリオ強かったじゃん。あ、でもこれは、え、どっち、あ、え、来た、おー来たか、これ、先に動いた子勝ちでしょ。はい、勝ち、ピサロ勝った、おー、これでこそ魔王よ。いや、これでこそ魔王ですよね。倒しきった。ね。会心が効いたね。バラモスのね、ごめんね。あ、バラモスの戦績3勝。3勝バラモス3勝です。ピサロかっこいいから勝ってほしい。そうだね。やっぱ、結構見た目も人気だし、4ではさ、プレイヤブルになったぐらいだしの。4の DS でピサロさ、プレイヤブルって強かったよな。いや、ピサロいいよ。このままね、ある程度ま、ある程度ね、戦い、スッキリする戦いだった。そうだね、最終ターンにちゃんと削り切ったりね。バラモス何だったんですか、もう。エラーは白紙。エラーは白紙僕さ、さっき何の話してたっけ、スカバトの話してた時になんか落ちたんだよね。スカバトの話してた時になんか落ちちゃったんだよな。何の話してたんだっけな。バラモスって削り切ったことありましたっけないんじゃないいや、次は、きついんじゃない、フォールピサロズーズーしすぎて。なんだかんだ言って結局、ロザリーへの愛が力の面、そう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 。ロザリーへの愛を具現化した存在で切りかかるから。いや、まさか週に一度のやつがこうなるとは。いや、ポケモンとはわけが違うからな、そういう意味で。いろんな意味で。ポケモン最悪収録もしてるからいいんだけど最強魔王決定戦にこれ一夜イベントでこれするのはまさかやな、痛すぎるな俺にとって。いやー、パソコンちゃん頑張ってほしかったな、そこはな。あー、このリア充めさあ問題はですね、ここからなんですよ。この無道を止めれるかどうか。いや、無道は強いよ、無道は。いや、無道きつくないね、鮮やかな剣技。これがね、問題で。まあ、この一旦目はいいんですよ。ただ、ピサロって防御面はかなり弱いからね。攻撃力高いんだけど、弱点が多いんですよ。属性に。このピサロね、これ、寝ちゃったら面白いね。それはもうやばいね。あ、強くない？ 390 食らっちゃうの？結構きつくないか？あ、これ倒したら確かにすごいね。どうなんだろう。警察迷路のデインの通り用にもいるんじゃないですか？デインの投了によってはワンチャンありますよ。まずはここで返したい。連合技に返したいね。これ返せんじゃない？さすがに。で、300ぐらいの差ぐらいは返せるでしょう。あ、まあ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 、いいんじゃないですか？次、BS のターンですね。
さあ、まずは HP がね、まあ、なんとかまだピサの方が有利です。ね、この HP 差ね、どう響いてくるか。デイの通りがどうだ。デインの通りが悪い大魔王だったら本当にワンチャンありますよ。さあ、デインがどうだ。あ、耐性持ってる。ね、雷の呪文に耐性ありますよ。ピサロ今回は。これワンチャンあるんじゃないですか。さあ、このピサロの、ね、デインを使します、うまいことね。問題はここです。はい、メラゾーマ、これ問題です。耐性持ってんのピサロ大丈夫。ピサロメラゾーマ大丈夫かい。おー、全力で食らってる。ピサロは一人だからね、悪夢が確かにやばいけど、メラゾーマの方が安定しそうだね。あー、でも HP 差ギリギリ。ギリギリ勝ってる、ギリギリ勝ってる。ギリギリ勝ってるよ。ギリギリ勝ってます。ピサロ意外と頑張ってます。ピサロ頑張ってる、頑張ってる。うん、青組頑張ってください。青組頑張ってください。青組頑張って、赤組も頑張ってください。終わった。いや、まだ早い早い。いや、わかんないんじゃない、切り裂きピエロの攻撃がピサロに対して通りが非常に悪いんですよ。っていうことはワンチャンあるかもしんないね。メラゾーマが強すぎる。確かに500だからな。でもピサロワンチャンじゃない。いあ、一力されたらもう無理、もう無理だと思う。だから一発でもかわされたらもうダメや。さあ、メラゾーマこれが500持って帰るかな。うわー、あ、でも、なんとか。いや、もう互角互角。もしかしたらワンチャンかも。でも、これ、武道負けたらもう1位確定するからね。武道にとってはもう負けない戦いなんですよ。負けたらだって1位になれないんですよ。一度目はもう武道は負けてしまったら優勝になれないんですよ。これ、ピサロが勝つと、ハーゴンは1位になります。ちなみに言うと。いや、意外といい勝負してんな。もう本当に意外にいい勝負してます、ピサロ。デインに耐性持ってるのはでかいんだろうな。霧崎くんの攻撃受けなくて済むから。ワンチャンあるんじゃないですか？あ。ここからのね、ピサロの勝ち筋をね、説明いたしますと、神速の剣技に関して、神速の剣技を会心を当てたりすると、1100ぐらいで行くんですよ。1000ぐらい行くんですよ。神速の剣技で会心出れば。つまり削り切るっていうことはあります。また鮮やかな剣技をね、避けていけばと。単体の魔王良い。それ言っちゃおしまいよ。それ言ったらおしまいよ。単体の魔王は確かにね、弱いとよく言われてますけど、それ言ったらおしまいよ。終わったって言ってる。いや、勝ち筋あるよ。会心を出す。会心という無限の勝ち筋、会心。うん。ね、無限の勝ち筋というね、ドラクエに夢が詰まってます。そうそう、2連発で会心やってるから。会心率高いからワンチャンあるんじゃないですか。さあ、今度はどうだ。さあ、どうだ。ああ、ダメだ、これ。あ、おお、ここでピサロ避け、ワンチャンありますよ、ピサロね。ピサロワンチャンあります。はい。ピサロにとってワンチャンあります。はい。心がピサロがね、ピサロ、でも1200ぐらいしか、ピサロがここからね、ウルトラスーパーハイテンションの超会心の一撃を当てることによりね、3000ぐらい削れるんじゃないですか、まあね。今の限界突破した時にね、ドカーンってやるだけでね、あの3200ぐらいいきますからね。はい。某テニス選手、諦めんなよ。あ、もうダメだ。あ、ダメだこれ。あ、ダメだ、ピサロ。ピサロ逃げて。ロドリーが待ってる。逃げて。いやー、頑張ったのになー。頑張ったんやけどな、ピサロ。意外と無能に、ぬわははメラゾーマ。メラゾーマの使う人が違いすぎません？それ。それ無能ですよ。ぬわーって言ってるけど。ただし、ロザリーが待ってたら天国。そんなこと言わないでかわいそうだ。それ言っちゃダメ。かわいそうすぎる。恵まれなさすぎでしょ。さあ、まあね、一番の盛り上がりどころが終わっちゃいました。ピサロ本当に健闘しましたね、でも。武道に対して健闘できたと思うよ、結構。ワンチャンあったかもしれないからね、本当に。会心率が高いから、ピサロ。ワンチャンあったかもしれない。ね、意外と夢を見せてくれました。さあ、今からはね、もうなんか消化試合みたいになりますけど。でも、ワンチャンピサロもあるんですよ。攻撃力高いんで、耐久系の魔王を倒しきれる可能性はあるかな。
なんとも言えんけど。はい。ねえ、ゲマは削り切ってますからね。さあ、オルゴネミーナ、ここからね、オルゴネミーナとか出られますから。この辺りを倒しきれるかどうか。これでかいですよ。これ倒しきれるかどうかのね、有無はでかいよ。何より判定勝ちバン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 持っていくと、なんかね、見てる側もつまらない。何の話したっけ？スキャバトの話してたの覚えてんだけどな。なんかギガリアの話はしたよね。何の話だったっけね。そうそう、エビリプリストが元凶だからね、確かに。エビブリが悪いからね。山賊の男を襲わせて、ロザリー、山賊の男にロザリーを襲わせて、ピサロを憎しみにね、お構いに負けるのは見たくない。でも、HP 差が 700？ 単体魔王戦で HP 差700の差って結構でかいんですよね。あ、判定においては。判定においては。さあ、まずは煉獄魔山。ね。オカマデミーナには負けませんよ。力423見せてやれ。ね、ピサロ、ここはまずね、つわものの余裕をぶっこいていきます。さあ、デビルソウルね、向こうから来ますよ。大丈夫ですか？結構食らうな。HP さんが返されてしまいました。有識事態です。HP さんが返されてしまっております。有識事態ですね。さあ、ピサロ。そうだね、野心家だったね、だいぶ。多分ピサロを仲間にするために、え、あれ 713？ あれ俺ごとみは800だったよね。大丈夫？あれ結構いい勝負してんな。あ、ダメージ的にでもなんかオルゴの方が出て、なんでオルゴの方、あれなんでオルゴの方が出てんの、なんでオルゴの方が出てんですかね。ちょっと待ってください、なんでオルゴの方がカリブ出てんですかね。さあ、ね、オルゴとミラー、レベルソウルがね、なぜか知らないですけど、これで857出てしまうと。に対して、神速の剣技がいくつでしたっけ、さっきね。え、力423だもんね。あれお互い火力は高いんですけど、ちょっとなんか、あれなんかおかしいなーって思ってます、僕。なんかちょっと、なんか違うんだよ。力的に考えたらピソの方が圧倒的に出るはずなんですけども、オルゴのミイラのデビルソングが出てますね。これがなんか体勢の差ですか？体勢の差がでかいのか？体勢の差か、これちょっと。あ！え？あ！オルゴのミイラの力って確か200ぐらいじゃなかったでしたっけね？ねえねえねえ。え、ねえ。オルゴのミイラ確か200ぐらいじゃなかったっけな？ピサロ膝をついております。ピサロ膝をついております。ピサロ膝をつい、お構いに対して膝をついております。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これはなんか悲しい結果を迎えますよ。これ削り切るどころか削り切られてるってどういうこと？惨敗。本当ですよ。なんで力と力のぶつかりでなんで負けてんだよ。悲しすぎでは。あ、間違った。やめちゃった。さあ、残すとこね、ピサロあと2戦になりましたよ。魔王戦は早いですね。魔王戦は早いわけじゃないんだけどな。魔王戦は早いわけじゃないんですけどね。多分、一体一体の行動で、一回行動ずつだから早いんだろうな。試合のテンポがかなり早いです、正直。さあ。HP2000 残ってたよね。外すってことは当てても負けてたっていうね。あの神速の原因は当てても負けていたということになりかねないんですけど。大丈夫ですか、このゲーム。多分技の威力の差があったんじゃない？もしかして。それがあるのかもな。さあ、次はね、ドラゴンクエスト8のね、ドルマゲスです。ね、お互い一体系の魔王は本当に試合展開が早い。悲しいな。タツキンが折って反応した。タツキンが折って反応してる。なんかあるの？さあ、
さあ一体系の魔王がここから続きますからね、言うて。なんとも言えない戦いだな、これもまた。ピザのできれば削り切ってほしいんですけどね、削り切るとこ削り切られるとどういうことなんですかね、一体ね。さあ、ピサロバサスドルマゲス、勝ってほしい。個人的には勝ってほしい。さあ、お互い A 技のターン。あ、暗黒の耳に来たの、無数の羽放たれるやつ。さあ、まずはね、煉獄マザーね。できればピサロちゃんと当てていきたい。削り切るのにはね、当てていくのが重要ですよ。弱くなーい。最強大魔王決定戦やりたいね、やっぱり。さあ、邪悪のランブね、これちょっときついんじゃないですか。弱点取れるよ。弱。はい、お互いね、1ターン目が500ぐらいしか与えてないというね、非常に弱いです。ドルマゲスに3枚かけてるんやって。タツキにそんなかけなくていいってわざわざ。さあ、無数の羽が放たれた。暗黒の旗巻き的。弱っ。ねえ。450。さあ、こちらはどうだ、ね、さあ、対するは対するはいくつ ?656。待て。なんやこの戦いは。またこういうタイプですか、このタイプですか、ちょっと。このタイプの戦いですか、ちょっと。さあ、金属の剣技。また泥試合のようか。もう、泥試合でしょ、これ。ちょっと待ってください。なんだよ、この戦いは。もうクソジャマみたいになるからやめろって。ランダの邪悪のラムが500に対して、神速の剣技はね、まあ何か痛恨とか事故とかなんかやれば、このままいけるというところでしょう。はい。で、一つね、私ね、ちょっと今で申し訳ないですけど、お礼を言いたいことがあって、最強魔王決定戦第1夜、僕、ちょっと、アナリティクスとか、統計情報を見せていただいたんですよ。あ、ここで返します。ですね、第1夜の最高同時視聴人数、同時に視聴していただいた人数が36人なんですよ。はい。魔王決定戦において。いや、36人も第1夜で見てくれたんですよ。本当にね、あ、嬉しかった。正直。36人も一斉に見るなんてね、僕のライブ初めてあったでさ、本当にありがたかったっすよ。この場にちょっとね、お礼言わせてもらいます、本当に。ね。で、もう一つ言います。今見ました。12人見てます。おめえら何してんの？12人今見てくださってくれて、本当にもう事故あったのに、事故あってもう一回立て直したのに、12人見てくださるって、それもすごい嬉しい。なんかピサロ勝ってた。お互い外すんじゃないよ、もう。あとですね、この魔王決定戦終わるじゃないですか。ポケモンします、僕。ポケモンしますんで。まあ、ポケモンやる前にやることはあるけどね、もちろん。アーカイブダウンロードして、ダウンロードしとくかなあかんで。ちなみにポケモンやる手です。寝たいけど面白い。ありがとう。本当にありがとう。もう本当にごめん、途中で落ちちゃったね。それはもう本当にでかい。うん、悔しいもん。でも悔しいけどどうしようもないけどね。でもパソコンちゃんには頑張ってもらってるからさ、俺が悪いわ、やっぱり。俺が悪いってことでするしかねえわ。さあ、今日ラストですよ。なんだかんだでもうラストです、今日、実は。早いですね、展開がね。一体試合だと。ほんと早いな。まあでもこの後は、少ししたらポケモンやります。進めたいしね。なんだかんだで。ね。ポケモン皆さん大丈夫です。動画にしていくんで、ポケモンに関してはライブしつつ、いいところ、見どころとかを動画にしていくんで、まあ無理にね、見てくださる必要もないです。大丈夫です。はい。ちゃんとね、なんかね、レベル上げのところとか全部カットしてる。動画では。12時間寝る？すごいな。僕今日6時間ぐらいしか寝てないよ。はい。というわけでね、今日ラストの戦いですね。はい。まあいろいろありましたけどね、ここでラストの戦い、まあね、バチコイ締めくぐっていただきたいと思います。はい。
さあピタラとバルボロスね、お互い HP がね4900と5000というね、お互いね高い HP を誇っておりますね。攻撃性能はどうかっていう話ですけど、あ、休日かー、そっか、数週間で色違い全部捕まえる。ちょっと待って、俺過労死すると思う。さあどうだ、マザー、まあ煉獄マザーの属性がね暗黒だからしょうがないですね。はい、さあまずこのね散々見た、この前のね大地で散々見たここにの爪ですよ、弱っお互いが弱いです、非常にねお互いの火力は出てませんもう5000あんだよ、6ターンしかないんだよ、そんな悠長な、今のスキャバトじゃねえんだから、今のスキャバトのダメージじゃねえの、6000とかな、今のスキャバトね、デバフとかバフとかなしで殴ったら大体600ぐらいですからね、今のスキャバト、なんだこの戦いはでもピザロがワンチャン、ピザロがちょっと返してる。なんかこの僅差が重要になってくるんだろうな。この戦い多分この僅差がすごい重要なんでしょうね。お、バルボロス避けろ、ほら。このバルボロスの避けがね、大きく響いてくるんじゃないですかねえ。さあ、黒翼の爪がね、ここを当てていく。613ですよ。でもこれはね、若干ピザロ追い詰められてますよ。会心を出したり、避けたりしないとピザロがこのまま行くと負けます。はい、このまま行くと負けるとかいう面白くない状態にはしてほしくないんですけど、なんか出てほしいですよね、なんか逆転の意思、さあ克服の爪をね、ここをああ食らっていく。十数回一戦、そりゃそうでしょう、避けるか回収出したら勝ちなんだこの戦いは、バルボロスも弱いしピサラも弱い、ピサラもバルボロスも弱いなんだこの戦いは。さあ、国欲の爪、なんだこの戦い、ちょっと待って、本当にちょっと待って、あっ、これもう決まっちゃった、あ、決まっちゃった、麻痺か、お前結構麻痺出すね。いや、最後の最後は泥試合ですけど、最後にバルボロスが意地見せたね。なんだだからもう。なんだこれもう。全部判定じゃん、ほとんど。ピザロなんか削り切ったら出たくなるじゃないの。あの余計と。動けないチビがいるぞ動けないチームがいるかな、はーいあのですね、もう本当に今日は皆さんにね見苦しい配信を見せてしまったんじゃないかと思っておりますがね、ピサロ点数出ましたよ出ましたよ、中かな、もうなんか盛り上がりに欠けるやっぱり一体系魔王の時は雑談してった方がいいな、ただ雑談今回途中途切れちゃったのがでかいかな。じゃあ、3位ね見せまーす。そう、状態異常は大きいね。で、3位変わったかどうかお見せしますね。で、3位が、こちらです。ピサロ、勝ち点4点のね、4点を取りました。3位です。ギリギリバラモスに勝ちましたね、なんと。ギリギリ勝ってたわ。ギリギリ勝ってた。ほんとギリギリだったんだろうな。ね、ピサロ思った以上に頑張りました。竜王に勝ったりしてたりしたんで、それが大きいんだろうね。まあ、魔王決定戦の時は一戦一戦本当に大事になってくるからね。まあまあまあと。はい。まあ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 。バラモスとピサロシリーズにちなんで3とか4、誰がうまいこと言えとか。誰うま？それ誰うまですか？ちょっと。なに、次、ゲマ 5? ゲマ5勝。バラモス9勝。絶対ないやん。というわけで今回はこれで終わろうかな。ね、今日はちょっとアクシデントなどありましたがね、本当に見てくださって皆さんありがとうございます。ね、初めの時16人ぐらい見ていただいてたりしたんで、本当にすいません、ありがとうございます。もう次回はね、パソコンこのようなことないようにね、祈ります。祈るしかできないんで、祈ります僕。じゃあこの後はポケモンします。お疲れ様でした。